千葉の大規模停電、吉野家が駆けつけ牛丼有料販売に批判が。台風15号が千葉県を中心に甚大な被害をもたらし、広い範囲で停電、断水などが続いている。そんな中、牛丼チェーン吉野家が移動販売車で販売を行っていた。SNS では本当に助かります。牛丼美味しいです。ありがとうございます。 といった感謝の声が上がっていた。その一方で一部では、おいおい、吉野屋さん、あなたたちは理解してないよね。お金出して食えって言っている場合じゃないぜ。無料配布するべきだと思う。中にはお金がない人が多いと思いますよとか、吉野屋移動車で被災地に有料。なんてバカな。被災地に何しに温かい牛丼を提供する。 有料じゃなく無料。被災地に届けるのが老舗牛丼じゃねえの。吉野家よと。無料でないことを非難するような声や、吉野家の売名行為断じて許さない。千葉県を甘やかせるな。と。売名行為だといったような声もあった模様。騒がしいこと。 突然の災害に遭遇した被災者に何でも素早く支援することができるのは成熟した共同社会日本の誇りはありがたいことだ。しかしインフラが破壊され、復旧に最善を尽くすも、日数がかかることに耐えなければならない事実がある。毎回、行政がとりあえずの寝具等、避難場所、炊き出し等を用意する。決まって無料だ。 以前からこの無料提供に作家そのあや子は歯に気抜きせない疑問を呈してきた。ようやくすれば、今の日本国民は無料で頂戴するほど貧窮しているわけではないでしょう。避難場所に行くなら最低必要な寝具。お金くらいは持ち込むでしょう。突発事態だから行政が全部肩代わりするのが当たり前との観念はおかしいと思いませんか 被災者を前にしてひどいことを平気でよく言えるもの、と非難されたりした。だが、そうなのだ。たまたま災害でインフラがダウンしているということだ。払うお金はあるのだから。逆に無料でよこせとなるとそっちの方が問題ではないか。 お金があっても買えなかったものをわざわざ持ち込んで販売してくれる親切心に感謝してこそ成熟共同社会の品格ある一員ではあるまいか。自衛隊の緊急出動だって、隊員たちは身辺の犠牲を意わず救援に邁進してくれる。当たり前のことではない。彼らの心配りに出会った人はみんな神戸を垂れている。無料で配れ。 和党の被災者から出ていないだろうと信じたい。